えー、今日は、あの、こんな格好、また、あの、弓道大会、えー、出てまいりました。えー、まあね、こういう、えー、っとね、こう、こう、<laughs> こういう、ね、袴こま、道義って言うんですかこれあ、山梨。<laughs> これ、あの、年リンピックで <laughs>、出たんですけど、昔、あの、もうね、3回出たかな。まあ、えー、それですね、今日は、あの、あの、 大会、宮道大会出まして、あの、ご一緒させていただいたというか、あの、まあ、ある方が、なんかの、お友達とか、ご友人が、私のね、チャンネル見てる、この、これ見てるっていう、おっしゃるんですよね。えー、本当ですかって。で、あの、いやいや、あの、嬉しいですね。もう、チャンネル登録よろしくね、なんて <laughs> やってきましたけど、うん、あの、 飛んだところでっていうか思わぬところか飛んだところっちゃいけないな思わぬところであの嬉しいことがありましたえそれでですね今日はあのそうですねあのこのところっていうかもう前から言ってるんですけどいろいろあのこの3極の世界でこうおかしいことが起きてるんですよねあの昔のものがもう本当にね金なり捨てるという私はもう言っていいと思うんですけど 昔のものはダメなんだって、今こうなんだって言って、あの、いろんなものをね、捨ててしまってるんですね。伝統を金繰り捨ててる。それはまあいろいろね、あの、私あの、金っていう文字を捨てたとかね、こういろいろ言ってるでしょ。あの、で、まあもちろん尺八がね、西洋音階になってしまったとか、あの、そうですね、うん、なんていうかな、うん、まあいろいろ言ってるんですけど、あで、この間、 その、なんか、なぜか、不協和音を世界的に見ても3曲だけがやってるんですね。まあ、あとジャズもやってますけど、あの、それ以外の音楽でや、まあ、まずないですね。あの、とか、不思議なことって、が起きてると思うんですね。それについて、あの、ある程度ね、ちょっと考えをまとめたんですよね。それを、あの、まあ、ややめんどくさいかもしれませんけど、ぜひお聞きいただいて、 私はですね、あの、大学がね、あの、まあ、山口大学っていうのに行きまして、えー、分離学部社会学専攻と、えー、社会学っていうのを一応勉強したんですね。あんまり勉強してないんですけど <laughs>、うん。まあだからね、語るほどのことはないんですけど、まあでも、多少は勉強しまして <laughs>。 で、あの、社会学ってのはよくわからないでしょう。あの、私もよく知らずに入ったんですけど、あの、社会学と、えー、なんで、心理学、それから文化人類学と、この三つがこう、まあ、近い学問と言いますかね、うん、なんですね。それが、えー、っと、社会学はまあ、まあ、元元祖というか、あの、マックス・ウェーバーという人ですね。それから心理学はもちろんあの、フロイトですね、フロイト。 それから、あの、えー、文化人類学っていうのは、えー、レイビーストロースですね、えー。こういう感じなんですけど、私は、あの、えー、まあ、社外学の中で、まあ、マックス・ウェーバーよりちょい後になるのかな、あの、フランクフルト学派っていうのがありましてね、フランクフルトソーセージっていうのもありますけど、<laughs> ま、フランクフルト大学なのかな、うん、に、あの、 フランクフルト学派っていうのがありまして、えー、そこのですねまあ2番目ぐらいの人になるのかなアドルノっていう人がいましてあのアドルノって割と音楽関係の人聞いたことあると思うんですよねというのはあの音楽社会学除雪とかそういう本があるのでね思わずこう手に取って買うんですよ音楽やってる人がねでもやたら難しいんですよ <laughs> 読めないですよ本当に 日本語でで、ドイツ語なんかは当然読めないですけど、あの、それであの、私が、そうですね、あの、まあ卒論でですね、アドルノについて書いたんですよ。アドルノ研究なんつって。いや、大変難しかったですね。あの、まあ、それをね、あんまり説明しても意味ないので、あの、まあ、ちょっとわかりやすく言いますとね、あの、アドルノがこういうことを言ってるんですね。あの、<coughs> えー えっとね、私が卒論で主に書いたのが、えー、音楽の物心的性格と聴衆の対価っていう本があって、それを読んだ、読んで書いたんですね。それはあの、物心的性格っていうのは、まあ、フェティシズムっていうことですね。物心崇拝とか言いますけど、あの、フェティシズムです。あの、足フェチとかなんとか <laughs>、なんたらフェチみたいな。それま、まさしくフェティシズムですね。で、あの、音楽のその、 だからフェティシエンキャラクターって言うんですけどあのフェティシズム的な性格があるっていうことを言ってましてで聴衆がそれにこう何て言うかな引きずられてるっていうかこれ簡単に言いますとねあ,のある音楽を何度も聴くとそのもう繰り返し繰り返しこうまあ例えばテレビから流れてくるでしょいつもこの流れてきてるとその聴衆ですねまあみんなはその音楽を知ってるい っていうことを認識するんですね。あ、知ってると。あ、あの音楽知ってると。そうすると、知っているということと、自分がその音楽が好きだということを勘違いしてしまうんだって言ってるんですね。で、なかなか面白いでしょ。あの、要するに、あの、このマーケティングの手法じゃないですか。その、何度も繰り返し認識させて、ものを買わせるとかね。な、音楽もそうでしょ。だから、 もう非常に自由にあったというかもう本当その後の展開に合う本当に分析だと思うんですけどそれからですねまたあの、まあ、やはりフランクフルト学園にあのベンヤミンという人がいましてその人はあの、えー、と複製技術時代の芸術っていう本を書いたんですねこれもなかなか面白そうでしょあのどういうことかっていうと複製技術ですから要するに 映画とか、まあ写真とか、音楽で言うとレコードですね。が、こう、登場してくるわけですよ。で、それ、そういう、あの、そういう時代の芸術について語っていくんですね。これもまさに、ね、その後のこなが流れって言いますか、時代の流れですよね。でまあ、こう、なかなかあの、まあ役に立つ <laughs>。まあ、その後の私の仕事にとっても、まあな、 役に立ったかなとは思うんですけどまあそういうのありましてそれであの、うん、特にですねそうですね、うん、ナチズムとかの研究はしてるんですねあのフランクフット学はあのあやはりユダヤ人多いですからねあのでこうなぜそうなってしまったのかとかまあそういう研究もまあ主にはそっちなんですねあのうんそういうのがありまして で、一応私もね、そういうのかじったもんですから、あの、うん、なんでこんなになっちゃったんだろうと。こう三曲がですね、なぜかこう、伝統を金繰り捨てる <laughs>。本当に。いや、金繰り捨てるのがいいってなっちゃったんですよ。本当になりましたよ。で、それについてこう、ちょっと考えたんですね。で、ある程度わかりまして、えっとですね、やはりこれは、段階の世代からだと思うんですね。段階の世代。 私が1955年、えー、昭和30年生まれなんですけど、そのもうちょっと前の方々ですね。なんか私たちのちょっと先輩方がこう戦後のベビーブームですごい数い,いるわけじゃないですか。それであの、その世代が何かやはり戦後のこの状態を作ってきたんですよね。で、でまあ音楽に、まあ音楽に引き寄せてというかあの、わかりやすいのはね、 ビートルズ世代です。ビートルズ世代。ね、こういう言葉もあるんですけど、あの、私はですね、ビートルズが来日した時は小学生でしたから、まあ、まだよくわかんないというか、あの、髪が長いとビートルズだとか、ね、まあこれ、これ長いから、あの、ビートルズ。<laughs> 昔はね、こう、で、こう、マッシュルームカットとかあったでしょ。で、あの、もうちょっと上の人たちは、やっぱビートルズにはまったんですよね。 私はね、その、そのままハマったわけじゃないですよ。ちょ、ちょっと後から、ああ、ビートズいいなって思ったんですけど、うん、それですね、何が起きたかって言いますと、あの、あのですね、この世代の人たちって日本のものを知らないんですよ。あの、本当に知識ゼロです。ゼロ。本当ですよ。というのはですね、私あの、 家で、まあ、尺八もあったし、こともまあね、や、あったし、あの、うちの父親がまあ、尺八、結構一生懸命やってまして、妹がね、や、今でもやってますからね、あの、それなりにあったんですよ。別にあの、専門家の家じゃないですけどね。それで、あとね、あの、思い出すのはですね、あの、テレビなんかで、 やはり日本のものもを流してたんですよその例えば小唄とか葉歌とかな,な,なぜか子供の頃にね「梅を蕎いた」とか歌ってたんですけどうちの近所にそんなあのあの場所ないですからねあの,あの,あのなんていうのテレビで聞いてるんですね、まあ、浪曲とかね「旅ゆきゆば」とかうとああいうのテレビじゃなきゃ聞いてないですよね。あのでテレビである程度そういうの流れてたんですよね。 でもね、ベートーズ世代の人、まるで耳に入ってないんですよ。だから、あの全く知らないです。全く知らない。だから、ギターにはまった人とかね、あのというのはね、あの今、まあ、山中湖、今ここあの、ミュージックイン山中湖まあ結構でかいスタジオを私今やってますんで、まあ、だからミュージシャン、ね、いっぱい来ますよ、まあこあの。来週もまたね、い今,あの今の、あの 若い、もうほんと20代のね、あのバンド、要するにあの、野外フェスとかに出るバンドの人。この人たちのはまだ多少知ってるんですよね、あの、話が合うというか。その我々よりちょい上の、えー、ミュージシャンはね、全く知らないんですよ、本当で、私もね、その気持ちはわかるんですよ。私もあの、ジーンズ履いて、髪もっとこんなの伸ばしてね、あの、なんか、アメリカ人の真似じゃないけど、 やってましたからその気持ちはわかりますよあのでアングラみたいなの昔あったでしょあのけ結構その方面も詳しいんですけど <laughs> であのミュージシャンというかまあギターやってる人とか、まあ、まあ知り合いますけど本当に知らないんですよだからそこでゼロになっちゃったのその日本人なのに日本のものを知らないっていう人たちが生まれたんですこれが団塊の世代です本当ですよね本当にそれであのどうもね その、いわゆること尺八の世界に入ってきた人たちも、あまり知らない、あ、やっぱ、あまりじゃないな、全然知らない。例えば尺八の人がね、ええー、やっぱ尺八はね、どっちかっていうと学生から入る人が多いんですよね。ねそれで、あの、よく知らないけど、たまたま尺八始めてハマってしまうとか、そうするとその前のことはわからないんですよ。あの、私は家でやってたからね、まだ。 多少わかるんですけど、その、知らないで入っちゃうでしょ。それで、あの、今までもいろいろ言ってる、あの、現代法学とかあると、これから新しいものをや,やんなきゃいけないんだって気持ちになるんですね。私もね、その状況は知ってるんですよ。そのたちょうどそのもう、もうちょっと後ですからね、あの、学生時代にそういう雰囲気があるっていうのはわかったんですよね。それで、あの、もう古いものはダメなんだと。 あの、頭から思ってたんですよ。それは私もそうでしたから。あの、だったらなんでそれをやるのと <laughs> 思うけど、それは思わないですよね。だから、な、なんかあの、日本の方ものやるんだとは思ってんだけど、でも楽器は性を音階に合わせなきゃいけないとか、ことだってそうですよ。もうカンカンなる。もう今までのことじゃダメだ。もう古いのはダメとかね。あ、それこそね、あの、まるで知識がないから、あの、 例えばあのあの育田流などに何で山田のこと使ってるのって昔動画上げてますけどそういうところでも疑問を感じないんですよだから今までと違うことが来てるけど何なのって言わないんですよすごいでしょこれ <laughs> だって生田流のことじゃなくなっちゃったのに引いてる人が疑問を出す言わないってすごいでしょすごいことが起きたんですよねえ あ、それであの、例の金と層の問題ね、文字、文字のね。明らかに、じゃあ、80より上の人だったらね、昔、全部金って書いてたって知ってるんですよ。本当ですよ。僕、聞けば分かりますから。まあ、80代、70代後半が、80代になるともう、いまあ、昔のことは知ってますね。で私もあの、子供の頃に知ってますから、層なんて書いてなかったんですよ。それ、学者がねじ曲げたんですけどね。 これはね、あの、私が学生の、になって、えっとね、何年だったかな、73年だか4年に、機関法学っていうのが出たんですよ、機関法学。これはね、学者がメインでやってましたから、それで私もその、機関法学読んで、一瞬で洗脳されましたよ。<laughs> あ、そうって書かなきゃダメなんだって思い込みましたからね、本当いや、あの心理もわかるんですよ、だから、あの、あの、尺八もね、 西洋音階にちゃんと合ってなきゃダメだって一瞬で思い込んでんですよだって昔っていうかあのうちの親とかがはねあの尺八はこう自分で音,音程を作るんだよって言ってたのにもかかわらずもうね西洋音階に合ってないのはダメだって本当に思い込んだんですよだから一瞬で思い込みましたよ本当にそれでね金,金とうのもそうでしょもう金って書いちゃいけないって 思い込んだんですよ。それみんなそうでしょあの、今、ね、私より若いとか、あの、ま、まあ、ちょい上でもいいですけど、あの、段階の世代の人、そうでしょあの、何の議論もないんです。あの、いや、この昔の尺史参考を下げた方がいいんじゃないとか、そういう話はないんですよ。<laughs> いきなり、あの、もう、あの、水分化合ってないって言って、変えちゃったんですよね。うん だからその金と層の話もそうですよ。あの、私途中からおかしいと思っていろいろいろな人い言うんですけどね。例えばジャーナルのあの編集長田中さんね。いやだって層ってなんで層って書くの金でいいじゃないかって言うでしょ。そうしたら、いや金と層はね、あの、字が、あ,あ,あの、えっとね、層は字があるんだと。で、金は字がないんだって言うんですよ。 で私がね「じゃあワゴンに字があるじゃないか」って <laughs> 一瞬で終わりですよ「ワゴンはじゃあ金じゃねえのか」な <laughs> ねえゴム、まあ、ってねあのあの朝鮮のねあれにも「あの金コトって書くけど字がありますからねでワゴンに字があるじゃないかって言ったら黙るんですよ「うん、いやそれはそれはもういいよ」とか「もういいよ」じゃないよなんで字があるじゃないかって「いやいや」って本当に黙るの。 マジに <laughs> 何だそれであのねその昔の、ね、いわゆる伝統調律の話もねあの否定はできないんですよだって私があの,あのこうだって江戸時代こうでしょって、ね、江戸時代の釈迦町があったっするじゃないですかまあそありますけどあのこれ間違ってるのってじゃあ地唄とか古典本曲とか間違った音楽なの <laughs> 反論なんかできるわけないじゃないですかねそれであのなんかね実際に本当に声音会合わせた合わせちゃったってやっぱ戦後なんですねでその頃はねやっぱりその <laughs> 元になったのがねそのやっぱり音楽集団とかなんですよそれからあの NHK 技能法学技能者育成会っていうのもありますよねあれはもともとはあの 和楽器系の人にあの五千譜読んでもらおうっていうんで、このね、三味線でも何でも、あのことでもね、あのいちいちその譜書けないでしょだから五千譜で渡したらパッとできるっていう風にしたいっていうんで NHK が始めたんですね。で、それがいつの間にかなんかあの、なんか権威みたいになっちゃって <laughs>。で、それもともと五千譜読むために言ってるから、やっぱりあの西洋音楽にしなきゃって思っちゃうんですよ。ね、で、あの、あの、 いわゆるあの音楽集団ねこれがまたあのなぜかあの世界でも珍しい不協和音を入れてしまうという <laughs> もうでもすっかりその気になってるんですよ。それであのそうですねまあこ,これはですね本当今までの総合的なものになると思うんですけどあの例えばねあれですよ。あのいわゆるなんか この3曲で成功した人ね売れた売れた尺八で言うと3本回とかねあの1回しかないんですよねそうでしょこの間言いましたけどその後の人は誰も売れてないんですよね一度だけ起きたんですそれはたまたま NHK がどうのとかそれからあのなんだっけ音楽集団が結構流行ったりしてこう放送に乗るとかね で皆さんねあのだから宝山先生なんかでもそれは10代から有名だったんですよ本当に青木先生とかねあの横山先生もそうだけど、ね、あの若い時から有名なんですよそれはたまたまそういう,こう盛り上がりがあってメディアもついてきてわーっと行ったんですよでその後の弟子はねと,ところがねあそうそうこの先生方はね もっと古いですから伝統を知ってやってるんですよ。伝統から来てる。ね、伝統から来てるんです。それ私があの、何年か前にあの、平成元年の尺八独創会って動画でこう言ってるんですけど、あの、今ね、ハンツ荒木さんのページに載ってると思いますけど、あの時の演奏とその後の弟子たちの演奏って別物ですからね、別物。何の継承もしてないんです。 文句あったら言ってください。俺継承してるよっていう人がいたら一瞬でね、ふんって吹き飛ばしてやるから <laughs>。何にも継承してないですよ。言いましょうかもう。じゃあ、宝山会どうですか宝山会。山本宝山先生がね、尿水吹いてて、あの、あのね、で、あの、ウィノの音いっぱい書くでしょ誰もあれ、上がってないですよ。んな西洋社会中で吹くから出ないでしょその音。ね。 まあ、横山先生は、あの、西洋音階だからさ <laughs>。でもあれね、あの、横山先生のあの、ううつううってね、あれ、あれは実は、渡タみかんから来てますから、もう私、あの、完全に、あのお、お悩み解消できます。うん、もう本当に。えー、まあね、12ミリでもいいけど、あの、13ミリぐらいの竹笛で、楽勝でできますからね。二段しおりだってね、楽勝ですよ。角目でなんかのと同じぐらい音出ますからね。 うん。ああ、それで、青木先生のね、いや、誰が青木先生の真似できてんですか誰もできてないですよ、もう。あの、あの、音色。まあ、全体に言えるんですけど、あの、あの、音色が全く違いますよ。もう、もうね、私も、あの、そんな大きなことは言えないんですけど、あの、いや、ちゃんと聞いてないよね。山口五郎先生のね、あの、鶴の凄盛りとか聞いたらね、呆れますよ、もう。 なんだこの演奏はってもう。参ったな。このいろんな手が次々に繰り出されて。あれ誰かできてますねできてますか <laughs> あのなんだっけ畜名者だっけなんだっけ <laughs> やってくださいよ。本当に。ねあ、まあすみません。ちょっと腹が立つ,が立つんだよな あのですね、結局、あの、なんか段階の世代っていうのがですね、何もないまま、こう、ボーンと出てきたんですよ。で、価値観が崩壊してるんですよ。それで、音楽で言うとね、まずは、あの、要するにこのギターやる人とかは、みんなアメリカ人になりたいわけ。アメリカ人の真似をしたんですよね。だから基準がアメリカだったんですよね。 それであの、なんか名前ジョ、ジョージなんとか、ね、ところジョージとかいるじゃないあの <laughs> すいませんね、ところさんね。いや、あれなんかね、アメリカ人になりたいんだろうなって思うんですよね。うん、でもちょっとこじんまりしてるかな、みたいな <laughs>。あの、古い車直したりしてるでしょアメリカ人ってね、あの、飛行機直してますからね。<laughs> あのゼロ戦飛ばしたりしてますから。まあ、ちょっと桁が違うんですけどね。まあ、それで、あの、あの、音楽もね、すごく一生懸命、 アメリカ人の真似をしてたんですよそれであの結局アメリカ人に似てないとかいやそれは似てないに決まってるじゃないか <laughs>、ね、フォークソングとか言うでしょフォ,フォークソングっていうのはあのアメリカのフォークソングを真似したんですよ <laughs>、ね、ジョン・デンバーとかねあのなんだっけあのえっ、ー、とあのパトデニア <laughs> まああのボブ・ディランかボブ・ディランとかさあれを、ま、真似したんですよでもねすぐ日本っぽくなったじゃないですかあの吉田拓郎とかね 吉田拓郎さんもこのスタジオには来たことあるみたいですよ。<laughs> その、吉田拓郎さんとかね、もう、日本っぽいじゃないですか、すごく。ね、前にも言ったと思うんですけど、いろんなあの、日本っぽいのをやると、アメリカと違うって非難されるんですよ。で、そういう現象が起きたんですね、本当に。それで、まあ、和楽器っていうか、あの、三曲に、まあ、引き戻しますと、あの、 本当にね、もう、なんかね、昔のはいけないぐらいの気持ちになってたんですね、もう。要するに、昭和30年代、40年代、50年代かな。そのあたりで、あの、我々はもう昔のものはや、じゃない、ない、新しいことをやってるっていう気持ちになってるんですよ。あ、そうそう、これ、これ怒られないと思うんですけど、あの、宮下慎先生ですね。あの、すいません、あの、ちょっと30件、 叩いたりするじゃないですか。あ、よくわかんないですよね。よくわかんない。すいません、もう。あのですね、私、宮下先生の古典を歌うっていうのを撮ったんですよ。あの、録音しました。うん、ね、もう本当、まあ、6段も弾いたし、あの、いろんな曲をね、もう全く何も見ないで弾くんですよ。あの、譜面なんか見ないですよ、もう。修行の度合いが違うんですよ。でね、 スマ音が見事です。もう本当に。あの、30元叩いてる人とは思いません。いや、すいません。もう、もう申し訳ございません。先生怒らないでねあの <laughs> すごいんですよ。もうね、びっくりしましたね。ええー、とか思って、あの、それは、宝山先生なんて、ね、宝山先生私、60回録音したと。<laughs> あの、渋滞を録音したんですよ。あの、吉崎先生がね、あの、発案しまして、ね、あの、 地歌のラライブラリーを作るんだと60曲もうちょい少し少なめで終わっちゃってましたけどあの、あと足垣先生とね。宝山先生もね、本当にあの、地歌を見事に吹く、弾きますよ。もう本当に。もうあの、まあね、尺八も古い、古いね、幼稚ですし。だからね、伝統の上に成り立ってるんですよ。伝統がなかったらそんなことできないんですよ。そうでしょ で、横山先生もね、あの、あれ、あの、静音階にしちゃったけど、だからちょっとね、地のり上がりきらないんだけど、あの、もともとは違いますからね、もともとはその、昔の、っていうかね、乱歩感とかね、それからあの、渡すみ感を吹いてたわけですよ。で、それ、そこから自分は、ちょっとこう、自分は違うんだって言って、静音階にしちゃったんですよね。 で、お弟子さんたちねあのその影響というかあの,あのツノメリとか出ないからさ「あのうーうつ」とかできないでしょ。<laughs> であの何あの <coughs> うーんと何だっけ、えーうん、まあ,あの二段しおりとかいいじゃないですか <laughs> あの竹笛であの、簡単に吹けますよ。ねこれあの、また今度やりますけどもうお,なめお悩みは解消します。うん あの、言っておきますね。<laughs> それで、あの、まあ、青木先生ね、もちろん。あの音色は素晴らしいですよね、もう。だからやっぱりね、こう、ひか、すごく惹かれるんですよ、もう。もう、なんか音色が違うから、ただ音形ができてるって,ってもダメなんですよ。要するに、なんか、吹きましたよじゃダメなの。あの、そう、わかるでしょその、だから聞いてくださいよ、もう。私特にね、 あの尺八で言うならねやっぱ山口五郎先生ですよあれ聞いたらねもうひっくり返りますよもうね何やってきたんだって本当にあのなんだこれはっていう感じですよ本当にだからそのうんあちょっと論が進まなくなってすいませんで結局ですねあのある時代ですねいわゆるこう戦後に いろんな価値観が廃れてったでしょ廃れたっていうか、なんか、まあ自信を失ってった。その中で、なんか新しいものができるっていう気持ちが、っていうか、何かその流れが来たんですよ、ここ。それであの、NHK がどうのとか、それから音楽集団がどうした、それであの、まあ文化庁がどうのとか、その <laughs>、で、この間も言ったあの、アメリカ帰りがいろいろいましてね <laughs>。こう、ばーっと盛り上がったんですよ。で、 価値観を全部壊してしまったんです。もう本当にそうなんですよね。だからそれがあの今のあのなていうの伝統を金繋り捨てた三局の正体なんですよ。